浅草2回目か。移転おめでとうございます。ありがとうございます。いいの塚本さんです。これ1回閉めないと 俺落ちるかもしれない。ほら、まあ、インター車っていう機械をちょっとやってみると思う。だからいわゆるね、気絶ですね。このなんかニットもちょっと気になるんですよね。ニットはアナトミカさんのちょっと面白いニットで、はい、対戦中に US ネイビーに支給してたニットがモチーフなんですけど、もともとはその軍物 の。うわ、またなんかこれが当時のディティールを再現してて、ヤブキヤミっていう。ヤブキヤミ、ヤブキヤミ、矢に見えるじゃないですか。あ、本当だ。でこれを肩口、袖口、裾口、リブとボディの間に挟むことで稼働率が良くなるんですよ。こう違うんですね。全然違うんですよ。でそれ当時はウールで支給してたものをコットン100でやってみた。このコットンなんだ、色もいいな。で面白いのがこのタグのところに KFVUSM って入ってるんですよ。はい、入ってますね。 USM は分かるじゃないですか、はい、US ネイビー、はい、KFV っていうのがニットフォービクトリーって、勝つためのニットだって支給してたっていう。すげえ、ビクトリーニットなんだね。これ着れば勝てんじゃないの。緊張ね、何に勝つ、自分に勝つんだろ、やっぱ自分との戦いだからさ。だからもうスウェットじゃちょっといけないようなところ、こういう編み地でコットンっていう方が。いいっすね、うん、でもコットンのニットって意外と便利ですね。そうですね、すごいな。3色、これ3色ですね。3色でベストもあって、ベストの方はホールガーメントにしてるんで。本当だ、かわいい。切れ目がないっていう、ストレスがないっていう。へで、これも黒タグのこういうシリーズで、なんか ボタンダウンもちょっと気になるんだよね、これ。それはブルックスブラザーズが昔アメリカ工場で縫ってた時代の工場を探し当てて作り直した。はあ、昔は。今はもうないんですか、その工場。今はマレーシアとインドネシアが主流で、アメリカ製もやってますけど、ここの工場は使ってないですね。でまあ、見る人が見ると、兄貴なんかも好きだと思うけど、洋服のところにタグ巻き込んでるディティールとか、こう言ってるんですね、うん、当時のやつを再現したり、折り伏せっつって、この横幅をこんな細さで縫うっていうのが当時のやっぱブルックスの。はあ、これやっぱここの工場に。これすごいね、この幅で2本ステッチ走らすっていうのはやっぱり。ボタンもなんかちょっと独特なオーラがなってますよね。ボタンはラインっていうサイズで作ってるんですよ。ラインってよくあの既読とかなるよね。いや、それ流行ってるやつですね。そうじゃなくて、そうじゃなくて、あの既読しないでこうじらして我慢できないとか、そういうんじゃなくて。じゃなくて単位の話ですね。単位、要はセンチっていう単位がある中、ラインっていうサイズでボタンを作るとちょっと一回り小さく小ぶりになるんですよ。インチとかセンチみたいなので、ラインっていうのがある。これ多分 1.3 ラインぐらいじゃない、これ。また作ってるまあ一回りセンチで作れる、ちっちゃいからちょっとやっぱクラシックに見える。で、スリーフィンガーって3本指入るっていうのがやっぱブルックス特徴の。このここにそうです。スリーフィンガー。はい。そうするとネクタイの収まりもいいし、要は大襟ってここの襟の台を高く取れれば取れるほどシャツ工場ってうまいんですよ。あ、そうなんですね。だから僕たちそこを気をつけたんで工場選びとかするんで。へえ。こうやってお店とかでボタン並みでこうやってたらもうその手の人です、ね、その手の人。兄貴やるとちょっとエロいしきゃね。優しくまだ使えないものばっかりな使えないものばっかりになっちゃうからね、気をつけないと本当に。いやーすごいね。なんかここもちょっと気になったんですけど、このこれこういうの秘密部屋ですか。秘密部屋。なんか悪いことした時に隠れるとこですよね。まあ兄貴ぶち込んでやるぞ。ぶち込んでやるぞ。ここ家入っとけみたいな。まあ地下があるぞっていう。すごい。すごくないこれ。酔っ払ってたら落ちるパターンだよね、これ。これなんか、どうぞ行ってみてください。楽ですね。これ本当すごいね、これ。怖い。うわすごいよ、これ。まあストック部屋にしてるんですけど。これストックなんですね。そうです。うわすげえ、楽器もある。主に靴のストック、靴のストックと家具のちょっとストックを置いて。ギターは売り物じゃないんですか。じゃないです、あの地下の時代に使ってたやつですね。ああ、そうか。そういえば向こうの地下は今どういう状態。今何も空っぽがない状態で、ちょっと僕いろいろ企んでることあるんで。そうなんですね、はい、これすごいね、これ。
ここでアニフェスやる？あ、いいっすね。何100に入るかなこれ。100に入ったら変な儀式始まってまた使えなくなるよそこで言ってると。すごいね。じゃあ地上に上がりますか。地上に、地下から地上に。すげえな。こっからなんかこう地上へ兄立ちみたいな。地上へ兄立ち。このこっちのニットもなんかあれ、これはもう要はヴィンテージをちょっとモチーフに無線ニットっていうのが昔あったんですけど。無線ニット、セーターって柔らかく着てるじゃないですか。はいはいはい。じゃあ羊って触ったらあんなに柔らかいの？水通してないから。そうです。結構ゴワゴワ系だけど、 そっから育てていくみたいな。そうです。で昔100年前とかっていうのは要は河川も何もない時代に、うん、防寒着って言ったらウール頼るしかないんですよ、うんうんうん、で漁師さんとか、うん、US ネイビーの支給品のセーターとかは昔のガンジーセーターみたいな。そうです。漁師さんで糸を洗って編み地作っちゃうと、うん、羊本来が持ってる油を全部落としちゃうんですね。もともとのそのナチュラルなもので保温性はあるけど防寒性をなくすんですよ。ああ風が入ってきちゃうってことですね。入ってきちゃう。セーターってみんな目があるわけじゃないですか、はいはいはい、だけど無線ニットっていうのは硬いまま編み立てができるから普通の何倍の量も糸入れられるんですよ。へー。それでやり直したよっていう。すげー。でモチーフになってるのはフランスの昔のセーターで、はー、でこれもこういうちょっと特殊な編み立てっていうか、これ全部ここから引くというか全部手でかかっていくんですよ。うわ。だ切って縫う話じゃなくてゼロから全部。うわ。これも日本の職人さんが編んでるんですか。そうですね。もう日本の技術ってすごいですね。本当にすごいんです。で、あとは独特なのが色の入れ方で、今は原毛、うん、羊から毛刈るじゃないですか、はい、色入れてから糸にしてるのが本来今なんですね、はいはいはい、じゃあ本来昔は原毛染めって言って、うん、僕ここミュージアムなんで糸用意してるんですけど、うん、あこれはそうなんだ。で僕昔のハンティングに要は基盤になった僕が持ってるヴィンテージのニットをまずグリーンが持ってたんで、はい、それ原毛染めって分かってるんで、はい、それをまず職人に見せて、うん、このクリーンを出してくれっていうので、うんうん、要はじゃあ原毛染めっていうのはまず原毛、うん、これはもう本来の色、もともとこうなんだ。そうだ、普通だもんね。でこれを僕が渡したグリーンを元に職人さんが、うん、じゃあまずイエロー、ノーグリーン、グリーン、グリーンだけでもいっぱい色ってあるんですよ。で今ここにパーセンテージ書いてあるんですけど、これを全種類用意するんですよ、うん、それを調合師さんが僕が渡しているグリーンを目標に全部こう混ぜていくってことやるんですよ。で何回も失敗を繰り返してやっとできたのがこの数字なんですよ。でこれをじゃあ今度揉んで調合を持ってみる。絵の具と一緒ですね。混ぜる、これを混ぜる。あこの糸を、糸とか毛を混ぜ、混ぜてミックスしたのがカードラップって毛糸になるんですよ、うん、これを混ぜたものがこれ、うんうんうん、でこれを糸にします、うん、でこの糸にしたものを僕がやりたいゲージまで粘紙っていう糸を細く取っていくんです。ああゲージだ、そっか、ここで何ゲージとかよくニットで言うのは。そう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 、ここで。でこれを職人さんに渡して編み立てができて初めてできる、はい、へえ。この絶妙ななんか普通のグリーンなんだけどいろんな色が入ってるように見えるっていうのはここでいろんなものが混じってる、こんだけの色が入ってるから。だから昔のセーターって雰囲気が、雰囲気ありますよね。じゃあ大手は今何やってるのって言ったら、この原毛この色のままこれを作るんです。あこっからこれをここに飛んじゃうんです。飛んじゃうんです。この手間をかけないってことなんですね、うん、これに飛んでこれを一色に対してジャボって入れるからアクリルっぽい一色で終わる。雰囲気がなくなった。ベタっとしてる、立体的じゃないし。でこう色一色出すだけで2ヶ月かかるんです。うわ。それを今この時代に無線で全部手でやってって原毛から染めてるっていうのをやり直してる。すげえ。すごいっすね。でもこの下のこっちの方が俺ずっと気になっちゃってた。もうずっとすっごい大事な話聞いたのに、ずっとこのずっとこのトランプがちょっと違う。US ネイビーに支給してたヌードトランプです。へえ。やっぱ船に乗っかっちゃう。じゃあこういうのでちょっと楽しく、多分当時のプレイガールを雇って。はあ。でもすごいおしゃれ、なんかこのパッケージもすごい。これは売り物、ここは展示です。もう展示ですね。ここ展示コーナーなんだ。そうですね。これは何ですか。これ120年前の何色、これアクセサリーですね。ジャーマンシルバーですね。うわうわ
めっちゃ重い、これこれにしよっかなこれすっごいっすね、これシルバーなんだ、これマジで重いよ、これ本当これ重さどうやって伝わるかな、これこれね、なんだろう、マグネシウム100個ぐらい理科の実験とかでもらえずすっごい重い、本当これね本当に重い、本当に重い、マジで重いよ、本当に気をつけて、本当に重いから、重いでしょ、これ1キロとかあります、あるあるある、本当あると思うよ、これすごいな、これは何ですか、これ、これリーなんです、リーが大学生の卒業生のジャケット作ってたって寄せ書き、ここにみんな書くみたいな、よくありますよね、なんかね、卒業、大学の卒業ですかね、これ、うん、そうです、そうです、卒業の時にこのジャケットにみんな、なんかみんな書いたりとかね、書いたりとか、よくなんか古着屋さんで見たことある、まあ、1938年、ロングエルだし、これ大丈夫、写っちゃってる、これぼかしで見れてる、うん、ぼかし得意でしょでぼかし得意でしょ、これがこれも可愛い、1938年の卒年度の年度のやつ、しゃれてんな、これ誰がデザインしてんだろう、これすごいです、学生生協の人かなすごいセンサー、そうナイスだよね、このちょっととぼけた感じも、いやでもこの当時のなんていうの、このなんかちょっとつぶつぶが入ってる、このなんかよくリーのペインターとかでもあるじゃないですか、うんうん、俺この感じ好きなんだよな、不純なものが入ってる、うん、なんか白物のヴィンテージっていい感じにこうなるんですよ、そうエイジングされていくから、これかわいいな、ここから離れられなくなりました、これもあれジムシューズ、当時のコンバースがアメリカ軍に下ろしたジムシューズのデッドストックですね、これはこっちはこっちも、これはワクワが一番最初に再現したもの、デッキシューズ、黒ソールというのはミリタリー、国に下ろしてた色で、トップサイドは白ソールは民間に下ろされている、白物ってなんかあれ、この辺がちょっと面白いですね、木の仕組みっていうのをなんかぜひ、これもなんか昔のあのチャンピオンの、そうですね、なんだけど何パーセントみたいなのありますよね、コットン88、0412っていうのがチャンピオンの、ね、なんか黄金比率みたいなね、でこれ面白いのは、要はいろいろな木 T っていっぱいあると思うんですけど、はい、木の作り方って今は木なりの糸をグレーで村染めしてるんです、はい、じゃあ本来のチャンピオンが昔やってたことって、木なりの糸をグレーの糸で巻いてるんですよ、うんうん、だからこの木を糸で出す、染めで出すんじゃなくて、染めじゃなくて、で糸に糸、それがモックヤンツイストって糸なんです、でアメリカの西海岸に1社しかもその機械がなくて、すげえな、これは当時のやつをやり直したもん、でもいい感じ、このなんかやっぱりさっきのニットじゃないですけど立体感が出る、やっぱ手間がかかってるのはやっぱそうね、簡単にできるもんじゃないんですよね、そうですね、そう手間がかかったもの、いわゆる私的にこう魂のこもった服を着るべきだというね、その作り手の魂がこもったものっていうのはやっぱりなんかオーラがあるもんなんですよね、このなんかこの山積みになってるのはこれ売り物なんですか、これ売り物でちょっと昔の作品なんですけど、今ちょっとセールっぽいことをやる、へえ、ケンペルのチェコ製時代のケンペルですね、チェコ製、はい、すげえな、ケンペルはドイツのワークブランドです、これかわいいね、これいくらなんですか、うちはもう1000円でバラマン1000円、これ1000円ですよこれもうでも公開した時ない、ないかな、ないですよね、まずここに入れないかもしれないですよねこれ1000円ですよ、これ買うパターンでしょ、これ、ね、もうそういうずっと考えてるじゃん、もうこう取りながら今日どれにしようかなみたいな、だから引っ越し記念みたいな感じでちょっと整理、でもいいっすね、残ってるといいっすけどね、これね、公開した時にね、やばいね、相変わらずね、これ濃いな、濃いな、ちょっと一回クールダウンした方がいいな、一回クールダウンしよう。